ザ・五十回転のロックンロールやるぞ。はい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 。というわけでまたしても、うん、出てまいりました五十回転ズが、はい、今まで聞いてこなかった、うん、名場枚数々ありますけれども、はい、アトスさんのお力でアナログで聞かせていただけるという、はい、ありがたい企画でございます。ありがとうございます。まあ先々先週があたりから、はい、あずっと聞かせていただいておりますのがこちら。はいどうぞ。ハイナイルスペクターでバックトゥモノですわ。イントネーションというわけで、はい、フィル・スペクターさんの、まあ、僕たちの大好きなフィル・スペクターさんですけれどもね、はいはい、大好きやけど別に知らんと全部は知らん。ということで改めて聞いてみてます、うん、はい、でディスク1、うん、そして2の A と聞いてきましたが、はい、いかがでおましょう、うん、おー素晴らしかったね。うん、前回はもう最後の最後についに大名曲来ましたしね、これからもそうでしょ。だからまだ、うん、だってまだ2の A ですか、うん、終わったとこだからね、うん、あと10分の7残ってるから、ね、10分の7残ってるって言うとね、なかなかやね、こっから辛いよ、うん、ただね今までもそうやったけど、うん、知らん曲でもね辛くない、うん、楽しめたよ、うんうんうん、だからねあの名曲揃いだと思うんで楽しみにしてます。はい、参りましょうか。はい、なんかねこのレコーディングとか、うん、そのミックスに関する気づきというか気づくことがあって面白い。そうね、考察とかね、家で聴いてるとねやっぱどうしても音楽ファン、ただ音楽聴いてるだけになっちゃうから、うん、ここで聴くとねいろいろあの仕事方面 の, あの頭も働かすみたいで。なるほどね。レッツラゴー。まずはおなじみのクリスタルズ。はい、おお聞いたことある。量産体制に入りました、ね、あでもこの曲は聞いたことある。これってタンバリン？叩いてる？スネアの位置で叩いてるっぽいけどな。ちゃんちゃか言うてんのなんやろ。ねえ。あでもじゃあタンバリンと何かやな。チッチキチッチはおる。これタンバリンあのシャッフルで振ってたら結構達人やんな。やばいな。やりかねんけど。カスタネットとタンバリンかな。ああそういう風にも聞こえるね。うん、いい。ララブルックス、クリスターズのにリードボーカルララブルックスさん、うん、見るとリトゥンバイでかなり入ってるからもうほぼ作曲から、そうやな、アレンジから、うんうん、言ってる場合ね。ゴールドスタースタジオのコンソール来ました。おはあ、これ興味深いですね。これ当時はでも RCA とかやろな。つまみでか。はい、おはや、ダーレンラブ、あ、あ、ファインファインボーイ、ああ酔いそうなかった。ダーレンラブってあの
結構江戸チャキチャキの声でいいよね、うん、江戸っ子じゃないけど。うわ、これも魔法かかってんな。Aミックスやな。うん、もう先ほどからね、もうずっとこの3連で鳴り響いてるこれ。何やろな、これは一体何や。打楽器が遠い。でもマラカスが3連符って難しいと思うねんな、うん、あ、カスタネット、あ、カスタネットやこれは、うん、なんかさっきとでも聞こえ方違う、違うね、さっきのものとは違うね、多分。あー、取り方が違うかな、うん、ああやって聞こえたんかもね、余韻がある感じで聞こえたんかも。むずそう。俺ら高タンってやるけどさ、うん、ほんまの人はどうやってやるんやろね。わかる、あんだけ鳴らし パカパカしてるんちゃう。高田やったらそんな難しない、うんうん、綺麗すぎへん。なんかギロっぽくも聞こえたりね。終わってなかった。あそこまで音切らんでも、うん、あのカスタネットになんかこうエコーが、ルームエコーが入ったんかもな、で三連っぽく聞こえる、うん、ネクストロネッツよ。お、あ、また夢だ、ね、これちょっとあれやね、花盛りやね、才能が、うん、ロネッツベビーアイラビュー、このリバーブ、まあそらジョイラモンが頼みたくなったのもわかるわこれ。これジョイラモンが歌い始めてもおかしないもんこれ。うん、これもタンバリンちゃうんじゃん。何やろ、ダンダカ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 やっとんじゃん。カスタネットやな。Be My Baby でだいぶカスタネットに信頼を置き始めた。ちょっとスネアもちょっと出してね、これ。でも遠い。あのレンジのもんがなかったんかな、うん、ひょっとしてあんだけ抜けるっていうことは、うん、だからすごい使いやすかったんやろね。でシンバルとかトライアングルとかのちょっと下で、うん、でボーカルとかああいうスネアとかよりは上で、うん、一番使いやすいレンジやったんかもな、うん、モノ録音に関してね。あ、カティンパニーにも聞こえるし、うん、アトスさん、ギタリストの方の視聴者さんかなり多いと思うけど、うん、
ギターコピーするところが少ないねこの LP 集何の音？ピアノやな。 あ、違う、うん、どれのことを指してた？テテテテテン、ピアノやな、うん、ピアノ。音選び変やったな、ピアノ、うん、けどかっこよかった。ロネツ、はい。 I wonder、 違うわ、まあ、そうやな、 I wonder、 うん、ロネツはもうこのイメージ戦略でいくのね。ロネッツの機材袋に絶対カスタネット10個が入っとる呼び入れて、うん、Be My Baby の印税全部カスタネットにしたんじゃん。それぐらい入れて、もうそんなに使い捨てやみたいな。何個買えんの、もう1個ずつ使えるぐらい入れすぎやろいうぐらい入っとるの。 Be My Baby のページもウハウハの顔してはるからね、この眉毛この嬉しそうな相当儲かったよこれ、うん、ああいいね、やっぱ歌うまい人の後ろでリバーブが鳴ってるといいね。うん、これリバーブなんよな。これもだいぶ力入っとんねん、ね、アレンジ、うん、予算、これやっぱ立ったか立ったかが入ってくると急にこう躍動感が出て曲のアレンジも凝ってるよね。こういうの やっぱあそこや、このアクセントになったんやな、うん、カスタネットのレンジが、うん、すごい抜けるもんね。リバーブでちょっとマイルドな成分が多いから、あ、なるほど、上でカシッとしたのがあるといいんでしょう、うんうん、そうか、ちょっと現代でこんなカスタネット使うグループおらんよ確かにちょっとしゃっきり聞かせるような、なんかイメージカスタネット欲しなくていいな、うん、クリスタル、クリスタルス、はい、ガルスキャンテロ。また入ってますわ、うん、もうカスタネットの雨が降ってる、ね、すごいね、これなんかまたすごい音やな、これやっぱエコーも入ってるね、うん、マジで雨表現してないこれ、歌詞雨入ってないかこれ、ガールズキャンテルない？雨の、私の心に雨が降ってるわみたいな、ない？きっと明日は雨が降るわよ、だって私はこうだものみたいな、ない？見つけてからいいこれなんか70年代の日本のポップスにありそうなメロディーやね、うん、というより70年代の日本のポップスがここから取ったんやろ、そういうことですね。雨どころかもう好き好きしか言ってない感じ好き好きやったな、うん、
これで16巻が出るっていうのが面白いね多分ね。こんなこういうワイハインツーセーフォーツーツーセーフォーみたいな中に、うん、立ったか立ったかが入ってるっていうのが、うん、ひょっとしたらまずその西部劇的なローハイド的な馬のひずめの音的な、うん、を入れることによってアメリカ人の DNA に訴えかける作用があったのかもしれない。何を言う？いやもしかしたらね。次行こう。はい、はい、クリスタルです。続きましてリトルボーイ。リトルボーイ。あ、カスタネット休んでるわ。これぐらいで遠く叩いてるの。まあそうでもないな、しっかり叩いてるな。これはさすがに言いたい、うん、リバーブかけすぎやろなあ。おっかいな。あ、来た。やっぱ来るね。家帰ったら絶対カスタネットの棚あるわ。今日はどれにしようかなとかで嬉しそうに選んでんじゃん。あるやろ。今日は赤と青のこれや。そんな使ってええやろ。これでも日本の小学校で使われてるやつやねんとかで、今俺らがあの60年代のカスタネット買うてんとかいう感じで最新のこれ日本のやねん。同じ人に頼んでんのかなカスタネット。うわでも一人、うん、カスタネッターがおるお気に入りの色やろ。こんだけやってたらまたあの感じで頼むわ。でも、うん、まあ昔のバンドマンうまいから誰でもできるんじゃん。そうやろな、うん、その場におる人が誰でも、うん、いいね曲もいい、うん、このストリングスがやっぱ入ってくるっていうのがなんかね、うん、いいね。ビートルズと同世代とはいえ、うん、同年代というか時代がね、うん、片やエレキギターでジャーって言ってる。こっちはまだこうアメリカンポップスのこう煮詰めたようなことやってると、うん、そう思ったら不思議よな。58年から言うから、まあ、エルビスの時代チャックベリーの時代からこっちはこっちでこういうことがあったやもんね。ロックンロールの歴史の隣にはそうだ、ね、ポップスの、ね、歴史があるわけで、うん、続きまして、はい、トレジャーズ Hold me tight。 ジョン・レノン。ほんまや、うん、Hold me tight。 違う そう大阪や、ね、そう大阪な。これ曲ジョンやろこれ、うん、この感じは、うん、明確に書いてないな。なでもほんま聞きどころばっかりの、そうね、ええレコードやな。
勉強なるわ。なんか。いい。俺たちもレコードを作るときリバーブあんま多い方ちゃうけど、なんかリバーブの勉強になりますな。すごいね。結果音を出た。始まっとるかな。まだレコードを聴く企画で歌うっていう、やるかどうかわからん賛成で。よかった、ラスト、ラストはロネツ。お、協力団来てるぞ。The best part of breaking up。 うわー、ウォールやね。これさっき俺リバーブ濁ってないって言ったけど、この濁りがうまみなんやね。ちょっと濁ってるやん、当たり前やけど、もうリバーブの質がいいのか使い方がうまいのか両方か。でもドヨンと濁ってないね。そうね、こんな重いリバーブやのに。ピッチがみんなやっぱ完璧だから。なんかこう、まあその濁りみたいなのが埋める、隙間を埋める成分になってんのかな。それエルビスでもそうやん、なんか隙間あるのにオンマイクだけで撮ったらあんな感じになれへんやん、やっぱオフマイクでこう響きごと撮ってるっていうのと、ドン、いいね。ブレイキンアップ、ヒューあれまた、あ、ここやった。おお、この辺ビーチボーイズっぽいな。あ、でも意識してたかもな。そうだね、時代的に。いいね、よろしいな、素晴らしい。なるほど、はい、いやー、洋菓子だ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 な。2枚目 B 目聞きましたけど、もう真骨頂出まくりで、というよりフィルスペクターのミックス王道テクニック、裏側は分かりませんが、リスナーとしてはこういう感じかなっていうのもちょっとこう掴みかけてきたね。おリバーブと、リバーブだよね、とにかくリバーブと
ああカスタネット。カスタネット。うん、で多分あのマイキングと、うん、あのリミッターと、うん、あのトルホール、うん、あの辺のマジックと。うんうんで、プレイヤーが全員朝飯前で何でもできると。超絶プレイヤーが。超絶プレイヤーが超絶じゃない風にプレイしていると。楽しから抜いて。そういうことなんよね、うん。超絶プレイヤーが超絶プレイしてたら、うん、こんな感じになれへん。なれへんな。できますよ、全然。うん。いつでもどうぞみたいな。あ、でもコーヒー飲んだらすぐできますけどみたいな。朝起きて、起きてパッ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 。そういう余裕、すべてに関してプロフェッショナルの余裕感じます。ただねやっぱりそのここで、グッとくるもんはやっぱ知ってる曲やったり、うん、やっぱ不思議とこうマジックオブマジックというかね、うん、こんだけいい曲の中でもさらに輝けるその魔法のかかり具合、うん、何かは分かりませんけれどもね売れてるってそういうことなんやろうね理由があると。それが分かれば俺たちもそろそろ無夫婦の無夫婦の印税生活ですけれども次リバウンド不可能まあ印税生活に違いはないんですけどね我々もねまあちょっと額の問題なんだけどそうですね、うん、頑張ってねまあそんな意識汚い話でねこうシャイニーなレコードちゃんせっかく聴いてるわけですからね3枚目4枚目5枚目はいまだまだあるのちょっとね僕嬉しいんですよ、うん、楽しいねこれはね原始神保がね5枚組やったら辛いもうええから、うん、僕はねいつも原始神保のことだけ言わしてほしいトラウマになってる、まあ、あれが5枚組やったら僕は倒れててやばいねフィル・スペクターが5枚でよかったほんまに、うん、というわけで今回お聞きしましたのはフィル・スペクターのバックトゥーモノ、はい2枚目の B 面でしたはい次回は楽しみにはいチャンネル登録お願いします